じゃあ今日の最後のところですがあの後半は今までお話を前回お話をしたものが少し繰り返しになると思うのでそこはあの簡単にお話ししたいと思いますがまあ次の話重要な点はフランクフルトキッチン何のことかというふうに思われるかもしれませんがまあ実はこの時代これはこれまでお話をしたオット・ワグナーであるとかカミロ・ジッテであるとかまあ非常に 有名でそして非常に優れた建築家が登場したのは確かでそれ以外にもっと名前を挙げるとするとね、まあ、アドルフ・ロースも含めてそこに名前の挙がっているやっぱり非常にやはり優れた人たちが集まってきたというあるいは非常に才能のある人たちが出てきたということも確かだろうと思う。でその中でですねフランクフルト・キッチンというふうに呼ばれるもの これは、名前そこに書きましたがマルガレートマルガレーテ出テ、リホツキーあ名前から分かるように女性です、まあ、建築家ですが、まあ、この建築家の一人ですがこの人のフフランンクフルトキッチンととといいうことに少し触れておく必要があると思います。さっきご覧いただいたように住居,が住居に対してね機能主義的に機能第一であってデコレーションがない。 まあ見方によっては非常に殺風景なね建物がたくさん出てまあそれはだけど当然申し上げた通り住むことが住む場所もなかったりせいぜい地下室のねすごくあの空気の通りの悪いあるいはあの地下室にはゴミを置くところもありますからそういう空間であったりあるいは屋根裏部屋のねところで。 夏はものすごく暑くて冬はものすごく寒いというようなところに住むよりはもちろん一つの建物でね建ててそこにデコレーションがないとしてもですきっちりとしたあの住居があるというのはとっても重要な意味があるだろうと。でその外枠の外側だ,だけのものだけ,だけじゃなくて実はこのシュッテリホスキーのような発想はですねこの 住んでる場所の中の動線を考えながら、まあ、この人の場合はキッチンの設計をしててこれは今私たちはそんなものは当たり前じゃんみんな知ってんじゃんというキッチンですがこれはこの人が考え出した話でフランクフルトキッチンと、まあ、フランクフルトというのはこの人のアイデアがやっぱりドイツでの公共住宅の展開の中で。 特にフランクフルトでその関わったということだってフランクフルトキッチンという名称がついてるんですが彼女自身はオーストリアの人で,でこう見てみるとですねこれ今でも博物館と,とそのまま見ることができますが今この写真はこんなふうな雰囲気ですがまあこれは今風でなんとなくこんなあるよねという空間ですね。この発想はテーラー主義と フレデリック・ウィンスロー・テイラーとアメリカ人ですが、テイラー主義というのは、要するに品質を一定にするために部品を徹底的に規格化していくと。これは自動車で言えば T 型のフォードのように自動車を作るというときに徹底的に部品を統一していくと。一人の職人が一台のものを作ると、職人によって似てるけれども違うそれぞれの個性の持ったものができていく。 これはこれで一つ美しいかもしれないけれど大量にものを生産していって品質を維持しようとすると部品も全部規格通りきっちり作っていくとその熟練した職人じゃなくても誰でもが作れるようなね工場ラインを作っていくことができるでしょこれはテーラー主義といいます。これはしばしばマイナスにも言われます要するに構成のないですねあの 人間がベベルトトコンののところでロボットのようにしてですねあの人間がされてしまうという意味も一方にありますがもう一方ではこの発想は人間はどういうものが一番効率的に機械と関係するかという発想でもあってまさしくこのマルガレとシュテ・リホスキーのこのキッチンの設計っていうのは人がどういうふうに動くかと。 いいうところからら考えられていてそしてさらに例えばこれは今これ模型として残ってますがなんとなくこう濁ってますけどこれは当時のステンレス、まあ、ステンレスは鉄とニッケルとクロムの合金で作って鉄錆のようなものがで出ないような形でね作ってくるものですが、まあ、当時の あのステンレスが今のステンレスのようにねニッケルが多くてギラギラ光あの銀色で綺麗に光るというのと違ってこういうのを見るとちょっとなんか、まあ、今ではですこうなんか錆びてんじゃないかとか汚いなとか思うかもしれませんが,流し,がにこう流しにこういうものを使うということはですね1920年代ある種革命的なことだろうと思う。 要するにこれ以前の流しはこういうことではなくてそもそも水道があるかどうか亀から水を汲んでくると日本の場合では1920年代を考えたらやっぱり同じことだろうとうあるいは右側のその引き出しみたいなところには物を入れてまあこう,こういう形であるかどうか分かるんですが似たものは今もあるでしょ日本でこんなふうねあるいはこれも 水をためるとこであったり向こうはガスですねこれは1920年代の話ですよで、い今で,でしたオーブンですね今でこそこの普通やんかという,うことになりますがそれ以前はまずガスがなくガスを敷いてそしてガスのコンロができると できると、で、オーブンが下にあるというこういうそしてそこの中で人がどういうふうに動いて作業をするのかということを計算して作ったこれをフランクフルートキッチンという。で今から見ればねま,まさしくみんな知ってんじゃん普通だんとなるけどこの発想はやはりとても重要でこれは言ってみれば 世界中にこれが広まったということが言えるだろうと。そういう意味では世界中みんな同じようなねキッチンになったということであるかもしれない。まあそれは画一化ということではねあの個性がないというふうに言ってみたりすることができるかもしれないけど、テイラーシステムというそのアメリカのウィンスローテイラーという人が考え出したまああまさしく品質管理の技術。 というのを生活の中にこう当てはめようという発想だろうと思う。でこれは当然日本の中にも伝わってくることができるしあのまさしく私たちはその延長上にいるでしょ。テーラーシステムでいろいろちょっとウィキペディアとか覗いてみてください。まあこれは日本の自動車産業を含めてね特に。 戦後この種のアメリカ流の品質管理というのはとっても重要な意味を持ちます。皆さんたちご存知かもしれませんがトヨタ自動車出発はトヨタ喜一郎という人ですねお父さんはあのトヨタサスケといって佐吉といってあの旗折機械トヨタ式自動車機という旗折機械だったんですが。 息子の喜一郎はアメリカの自動車を日本でも作ろうとアメリカの自動車を輸入してそれを分解して同じものを作ろうとしてもなかなか同じものができない本当になかなか同じそして同じものを作ろうとしても大量に作ることができないでそれはその品質,品質管理の技術がねやはり日本と北米とのずれのはものすごく大きなものがあって太平洋戦争で アメリカ軍の飛行機を捕獲してそれを分解するとするのと日本の飛行機はどこか常に油臭いと要するに部品の統一が取れてないから職人がそのたびごとに部品を直すからその職人じゃなきゃ分からなくて油漏れをしたりするというような時代があってトヨタ自動車にしても例えばソニーのような会社にしても戦後 まず第一に輸入したののはアメリカの工作機械だまあ日本はしばしばね工業的なその質のすごく高いものを作るというふうに言われてきたそういう神話があるけれどそういうのが確立するのは1970年代の話で,すでもともとはそういうことは全然できなかったというむしろ言った方がいいかもしれない。だからあの ソニーの創業者であるイブカマサルとか、これは早稲田の OB あるいは森田昭一とかあるいはトヨタのトヨタキ田喜一郎たちはまず戦後戦争が終わったら最初にやったことはアメリカの工作機械を輸入することだというこれはまさしくテーラーシステムという品質管理を徹底的にするというこの品質管理の技術を 生活の中にあのはめ込もうというのが今お話をしたような話だとか科学的管理法をキッチンの中にも持ち込んでくるというところが多分重要なんだろうと。まあ、テーラーシステムであの経営管理などを勉強される方はあの歴史的な出来事として習われるだろうと思いますがこの延長で居住空間自身も 徹底的にこう構造化されていく計算されて構造化されていくことになる、まあ、これもあの基本的には労働者住宅の構造ですが同じような形で同じものが作られていくと、まあ、まさしく住居空間の大量生産をしていいくとととううことになるだろうとうご覧いただくようにですこの2部屋のもの2部屋でももう少し大きな2部屋あるいはそれが未部屋になっていると。 いうような形で先ほど見たカール・マルクス法をはじめねあの住居が作られていくとまあ部屋数が1910年から1934年までにですねこう増加していくところが分かるだろうと思いますま。これはかつての大きなブルジョワの建物の中の地下だとか屋根裏部屋とは違う生活空間を作っていったという意味ではそしてそれはこの ブルジュアの住宅の中のそれ自体が階層差の世界だったのが労働者たちのある空間ができるという意味ではこれはまさしく生活空間が決定的に変わってくるでしょでその意味ではやはり非常に重要なあの展開をしただろうと思います。まあこう平野数の推移だとか書いておくまあ興味があたら後でご覧頂ければと思いますが。 当然これは日本,も日本も戦前これをモデルとして同巡会の住宅など部分的にはありますが大規模にこれを展開しようとしたのは例えば日本住宅講談20年史のようなものをこ図書館にありますから覗いてみてください。こういういいのも面白いですよあの今から年、ね、年前70年前だけど一生懸命 日本もこ同じように住宅公団とかあるいは都市あの東京都の都民住宅や各市町村の住宅なんかも作っていくわけですが、まあ、なかなか問題はですね、まあ、同じように 2K とか 2DK だとかいう言葉はこの時代にまさしく規格化された住宅空間を作っていくということ住居空間を作っていくということ。 最初の発想はそこに書いまあ42.9ってかなり広いですけどね。あるいは、まあ、下のところは赤字で書きましたが DK というのはダイニンングキッチンでしょ、まあ、当時の文章ですがダイニングキッチンは主婦の主たる労働のこれは今はこういう言葉で使ったら問題になりますが当時は主婦というカテゴリーがなんかしっかりあって主婦の労働というのは台所で働くことだというそういう。 あの言い方になってますがしかしこの発想はあのマーガレット・リホフスキーは主婦と考えたかどうか分かりませんが台所というキッチンでの,その要するに動線を計算しながら作っていくというこの発想はあの先ほどのフランクフルトキッチンからですねこれは日本に戦後入ってきたというふうに理解していただければいいだろうと。これはもう 世界中にです、ね、ある意味でユニバーサルに広がっていったとまあステンレス製のこの流しもですね日本は非常に苦労したんですねこれは1960年代にはなかなかステンレス製の流しをですね日本では作ることができなかっただからあの細かい砂利とセメントで作った まあ私なんかが子供の頃はそういうものを知ってましたがあのステンレスの流しが出てくるのは1960年代の半ばぐらいになってからあの日本で作ることができるというのはこうプレスして一枚の絞りで作らなくちゃいけないでしょ溶接をするとそこが錆びてきてて水が持ってしまいますから一発であのプレスして作らなくちゃいけないんだけどプレスをするとひびが入ってしまう。 だからその悲鳴の入らないステンレスを作らなければいけないそれはなかなか作ることが難しかった。というような話があってこういうのはのいてみるとなるほどなというふうに分かるししばしば日本は技術立国というふうに言われてるんだけどそれは見方を変えればすごい限られた時期の技術立国だったというふうにもまあこれは考え方いよっは悲しいことかもしれないけど あの言えるところがあるかもしれないと。でそれを踏まえて最後に最後2つぐらいお話がありますが1つはマリエンタルの失業者ですでそんなに社会民主主義がある一定の文化的な基盤も持ちそして労働者プロレタリアートが組織化されたのであればハッピーだったかというと残念ながら これはやっっっぱり1930年代になててくくるると問題が変わってくる先週お話をしましたように大きな銀行が崩壊していくまあ実はそのブルジョワの方の銀行なわけですがブルジョワの銀行が崩壊していくことによってじゃあ労働者たちはブルジョワが崩壊したからよかったら嬉しいなということになるかというと実はそうならないところが経済秩序のとっても難しいところで相互に こう結び合ってですね依存関係になってしまってますから銀行が潰れていくということはですね当然そこで働いている労働者のポジションもなくなっていくわけです。まあ、社会学の,あの歴史の中に出てくる有名なマリエンタールの失業者たちという,そう,いう研究がありますこういう本ですがマリー・ヤホダポール・ラザースペルトハンス・サイゼルという名前が。 この人たちはみんなアメリカマリー・アフドはあのイギリスに渡りますがここみんなユダヤ系の人たち彼らの,あのこれ彼らは戦後のアメリカやイギリスの社会学の特に社会調査のですね基盤を作った人たちなんだけど彼らはみんな大学を出てから心理学や社会心理学や社会学の社会調査をしてて彼らの若い時の業績の一つに マリエンタールという町があの村があってそこの失業者たちの研究がある、まあ、これは薄い本ですがあの興味があったら覗いてみたらいいと思うんですが社会調査の古典的な作業つまり1930年代その町大きな繊維工場がありましたがそこが潰れてしまうとそこに住んでいた人たちが仕事を全部失ってしまう。 そこに入り込んで産予観察をしあるいはフィールド調査をしそして面接調査をしアンケート調査をするという形でなったまあ極めて、まあ、それほど大きな本ではないですがこのマリアホダポ,ポ,ポール・ラザースペルトハンス・サイデルという人たちの,あの研究があります。でこれは1933年の本ですが。 カール・マルクス法をはじめ社会民主主義が1920年代非常にですねいろいろなことをしたという意味ではものすごく積極的に見えるんだけど残念ながら世界恐慌が始まるとそれとは全く逆の状態が出てくる、まあ、これはそ,そのことをそのまま記録として社会調査に残したという意味ではとても面白いことだろうと思う、まあ、アリエンタールというのは地図へとこういうところウィーンから少し離れてますがこれウィーンの街ですねそこから少し離れたところで。 ここですマ、ね、リエンタール少し離れたところですがここも行ってきました工場がありこの工場で大部分の人が働いてま,ます。で当然ウィーン市内のように高層の建物になってないけれどでも建物自体はご覧いただいたら分かるようにある種のですねあの機能主義であってデコレーションがないでしょ。 でまあ、これはもうとっても古い「ガストハウス」と書いてありますがガストハウスっていうのはあの居酒屋という、まあ、直訳したら居酒屋でも食事もあの居酒屋となんか飲み屋のイメージがあるけども普通にお昼ご飯を食べたりする食事をしたりすることができる場所と考えて要はお酒を飲んだりすることもできる。 フラ,イシュフライシュララフ,ラフ,シ,ュバウフライシュバウライトと書いてあるのかなあの肉屋さん閉まってますが駅の信号場グラムトノイジードルっていうそういう駅まあやはりこれも見てわかると思いますけど労働者住宅ですねでそういう意味では労働者たちが住んでるわけ右側きれいになってますが あの、先ほど申し上げたようにあの日本と違って木造建築じゃないから基本的にそのレンガとブロックとで建ててそこに漆喰を塗るという形で建物ができてるからあの、そして日本のように地震があるわけではないからまさしくあの 石を積み上げてそこに漆喰を塗るだけで建物ができるという,いう意味ではそういう意味ではあのとても便利ですねあの古くなれば塗り替えればいいしな内装もです、ね、リニューアルすればいいと木造建築の場合なかなかそういうことはできなくて何十年間にあの終わってしまうとだろうとうこれは皆さん方想像できるだろうと思いますがに、まあ、にしててるとこなってきまあこういう空間もあったりしますが。 まあ、綺麗してるとこは綺麗になってくるんですが、まあ、こういう労働者がたくさん住んでてさ先ほどの工場で働いててまあ言ってみれば社会民主主義労働者のその空間が非常にそのなんていうかな豊かに花開いてる瞬間はあったわけですがしかしながら世界恐慌が起こって工場自身がうまくいかなくなってしまうとそこにいた労働者たちは一体どうするかと。 革命をするかっていった実はそうじゃなくてもっと反対のですね絶望と無気力が蔓延していくそういう世界になっていくまあこのマリエンタルの失業者たちというのはまさしく職を失った労働者たちのその無気力と絶望の中で生活しているのをずっとまあそういう意味では大変深刻な暗い話なんだけれどでこれはその意味ではですねあの 前回のマックス・ウェーバーの1918年の6月の社,会主義と講演の社会主義の講演の中で最後のところでマルクスの共産党宣言の話はそこに書かれていた希望は大部分は挫折するだろうと書いてある。それは意味はじゃあ労働者だけプロレタリアートだけのそういう世界になったら 共産主義が実現してみんなハッピーになるかと大資本は全部消えてしまえばそれでハッピーになるかというと実はそうじゃないという意味はそこにあったということが言えるだろうと思うまさしく工場がなくなって仕事場を失ってしまうとま,まさしく食べるもの自身も大変なことな牛肉を食べてたとそのうちに馬肉になってその馬肉さえもなくなってしまうと。 いうことがずっとこ含めてですねたくさん書かれている。まあそれはあまさしく1918年のマックスウェーバーのあの予想したことがなってて、多分今も同じことが言えるだろうと思いますね。その意味ではあのこれはこう言い切っていいかわかりませんが、いろいろな種類の階層がこうどうしても重ね合いながら 一つののの世界ができていいいいいるるととととううううここにななならざるを得ない多分社会というのはそういうことなのかもしれない日本では極めてねみんな市民でみんな個人でそして社会を作っているというそしてみんな平等だという本当はそうじゃないのにそういうあのイデオロギーでこう包まれてるけど実はいろいろのこの重なり合いがあるということのですね意味がここに隠されてて。 やはり資本家工場が大恐慌で失われると実は労働者たちも仕事を失って無気力と絶望の世界になるということが書かれていて、まあ、これはグラーツ大学はじめですねあのオーストリアのここはこれもあのリンク集の中をのぞいてアクセスしていただければ あのドイツ語以外の英語の版も出てきますから覗いてみると興味のある人は覗いてみていただきたいと思います。でもう一回来週あ先週お話をしたのも,もう一回含めていくとやはり決定的な問題はあの大きな銀行が倒産したとこのロスャヤルド家の銀行が倒産したとまあこれは先週も見たと思いますがこの池内先生の本などを覗いていただいたり先週も見た通り こういうい一連のですね銀行はなんとか持ちこたえさせるために合併に合併を重ねてなんとか維持しようとするんだけれどしかしながら国内の中で一定の形で維持したんだけれどもこれはこの時代も含め今もそうだけどやはりアメリカの経済がガタガタになってしまうとこれはヨーロッパもそうだし日本もそうだけれど間違いなく大きな被害を受ける。 先週も申し上げたとおり、このクレジットアンュタルトという、このロスチャイルド家が持っていた大銀行も、ですね資産の85%をうして、これはもうアウトですね、資産の85%。で、銀行が,そが倒産するということは、銀行だけが倒産するんではなくて、それに関連しているあらゆる、そこからお金を借りている、あるいはお金を預けているですね、あらゆる人、あらゆる企業、あらゆるものがですね影響して。 当然国家もそれとにあの連動するという形でこれは先週も申し上げたとおり間違いなくこれからだって絶対にないというふうには言えない非常に重要なものでその意味ではぜひですね皆さんたち若い人たちの中で政治家になろうと思っている人たちはやっぱり優秀な政治家になるあるいは官僚になろうと思っている人は優秀な官僚になっていただきたいし。 そしてあの企業で仕事をしようと思う人はですねやっぱり優秀で教養を持って物事が見える人になってほしいと思うそうしないとまさしく絶望の世界にに落ち込むこととなってしまううだろうと思うそんなことを考えながら先週の最後のところのことをもう一度思い出していただきかつ それはもう一方でこの選手の繰り返しになりますが自由主義の思想というものとね密接に関わっているあの自由主義の思想という特にねあ,のあえて私ここ,ここで私は決して社会主義者でも共産主義者でもないんだけれどもあえて言うのは日本の社会全体を見ると 国家がいろいろな形で経済秩序の中に間違いなく干渉した構造になっているんだけれど日本の政治家は保守政治家を中心にしてね基本的に日本は自由主義の国だ自由主義の国だというわけで,すでその反面その日本はこうお話をしてきたようにですね社会民主党という党はありますがもうほとんど風前の灯火 でかつては社会党というのは第2党としてあったけども第2党といっても第1党の自由民主党と比べればものすごいただ2番だというだけでねあのものすごく小さななりでしかなかった年あの戦後2回ほど政権に就いたことがあるけどもそれは偶然いろいろな事情があって政権に就いただけであってもう圧倒的な実力があってね実力にあの ちょうどウィーン氏の姿勢がずっとし市,議市議会がそして市,市長がずっと社会民主党員であったというのとは全く意味が違う偶然たまたま棚ぼたでなったというようなことであってその意味では日本人の社会主義や社会民主主義に対するねアレルギーというか感覚っていうのはとっても悪いものがあるとしかしながらこの赤いウィーンを含めまあこ,この授業ではウィーンを中心にして話をしてますけれど ドイツの社会民主党であったりフランスの社会党であったりイギリスの労働党であったりスウェーデンの社会民主党であったり、ね、そしてここのオーストリアの社会民主党もそうだけれど第二次世界大戦後もそしてて世紀ににななっっからも政権の与党になってるわけでそういうことを考えるとあの日本で自由主義自由主義っていう時のその自由主義のね意味はやっぱり十分に考えてみる必要があるどういう意味でそれを使ってるのか。 それはもちろんソビエトのような社会主義だとか中国のような共産主義とかあるいは北朝鮮の労働党とはそれとは多分絶対的に違うだろうと思うけどそれ,そ,れそれを忌避するのとは違うこの西ヨーロッパやあるいはイギリスでの労働党や社会民主党のね20世紀の前半の成果というのは私たちは知る必要があるしそのもう一方で その自由主義という言葉を言っている時のその自由主義というのは何かというのはですねもう一度考えてみる必要があるだろうとマックス・ウェーバーの予言にあったように政府が干渉しているような資本主義になってくるとでその政府が干渉してくるということに関して批判的にはなることはで,できるけれどもじゃあ完全にそこから分離して政治と経済を完全に分離した世界が可能かというとそれは間違いなく無理 あのそれはもう1920年だから今に至っても絶対それは無理だ。ということを踏まえた上で自由主義ということを言わなければいけないと思う。でそれはある意味ではペシミ本当にそういうことはできないからペシあのどうしてもあのどうしてもね国家が経済に介入するような形で社会主義的なですねあのの構造を持ってるからその意味では。 自由主義ということに関してペシミズムにならざるを得ないけれどもそれでもあり得るとしたらどういう位置があり得るのかなということはをあの考えることになる。まあ、すごく簡単にじ日本は自由主義の国だからという言い方はねそれは例えば北朝鮮のような国家体制や中国のような共産党の国家体制やあるいはかつてのソビエトのような国家体制と比べると。 それ,はそれと比べて自由主義というそういう言い方はできるけど多分それはあんまり多くのことを説明したことにはならないだろうと思う、まあ、そういうことを踏まえながら世界大恐慌と共和国の崩壊とつながっていくプロセスでやはり社会民主主義者たちはあの自分たちのポジションをここで理解することになるだろうと思うあの資本家たちと対立だけしていって果たしていいかと。 これは戦後彼らたちの行動を見れば分かるし現在に至るまでそれれはあの踏襲されてるだろうと思うまあそういうことをあの考えながらあの今までのお話を理解していただいてもう一つ最後に付け加えておくと経済学のオーストリア学これはあの第2回の時に大学の中の中庭を回った時のことを思い出していただくと。 3人の有名なオーストリア学派の経済学者がいるというお話をしましたね。あのえっと、一番左側からカール・メンガ、そして真ん中、オイゲン・フォン・ベーム・バベルク、3番目、フリードリフ・フォン・ビーザーと、それぞれこの19世紀の終わりから20世紀の初めにかけてのですねこれはもう経済学の教科書には必ず出てくる人たちですが、まあ、基本的には自由主義経済学。でこの延長で これはウィーン大学の入り口入ったところにウィーン大学でノーベル賞を取った人たちの写真が出ててクエスチョンマークが出てるのは次は誰ですかという意味なんだろうと思いますがフリードリフ・フォンハイエクノーベル賞受賞者ですがこれは先週見たと思いますがお墓を見たり仕事場を見たりあるいは非常に親しい友人にはカール・ポパーというこの人の像も ウィン大学の中にありますがあるいは皆さんたちも大いに勉強してですね本を読んで、まあ、とりわけ有名な「霊族への道」というような本を覗いてみるのもいいかと思いますがぜひあの考えていただきたいのはこの19世紀の終わりから1920年代そして30年代の大恐慌に至るまでのこの 経済学のい,いわゆる古典派とか新古典派とか言われるね特にオーストリア学校の自由主義を極めて主張する経済学のその立ち位置そしてそれの限界というのはあの自由主義とは何かということを考えるときにとっても重要な意味があると思います。あの社会主主義義に対して自由主義というのは こうなんか二項対立で言うのはとっても簡単なんだけどその意味は今までお話をしたことをこう踏まえながらですねあの考えていただく必要があるしもう何度も申し上げて申し訳ないですが日本の保守主義者で例えば自由民主党っていって政党に自由がついてるからなんか自由主義のイメージをも持ってしまいますがあのその意味は一体どういうコンテクストを当てて 理解すればいいのかということはね今までお話をしたことなどを含めながらあの考えてみるそのためにさまざまな本をですねぜひ読んで物事を考えてまあ今お話をしてきている歴史をたどりながらですねあの皆さんたちのこれからの世界を見つめる目をですねぜひあの育てていただきたいと私は思いますまあ大変長い話になりましたが今日のところ 文献をちょっと辿っととてみるとこんなな風かな最後の3と4は私の本でだからこの図書館で覗いていただければいいと思いますがまあ最初の本まあこう最近の本最近でも10年経ってますがあの岩波新書の本であったりあるいは残念ながら日本語訳はないんですがこの2番目のマリエンタールの失業者たちこれはあの リンク集の中に上げてますがグラス大学は英語での説明をか書いたサイトを挙げてますからそれを覗いてみてもいいかもしれませんまあ興味があれば図書館で私の本なんかを覗いてみてあ森は若い時こういうこともやってたんだなというようなことが分かったりするかもしれませんまあ今私がお話をしたことなんかもまた違った形で書いてあるので興味があれば覗いていただければと。 で今日もいつもと同じようにあのムードルの中にいろいろ格納してありますからそれを覗いてみてください、はい、で注意事項はいつもの通りですまあ、長くなりましたが今日はここまでとしたいと思いますまた来週よろしくお願いいたしますありがとうございます。